高校国語古文四章副助詞のばかりです黒板を見てください今回のクロスワード今回も副助詞のばかりについて現代文と古文をクロスさせて考えていこうまず現代文です勇ましい武士が三人ぐらい現れたこれを古文でいうとポン たけきもののう見たりばかりいできたりですこのばかりという言葉が副助詞でやってこのぐらいという言葉に対応しますちなみに武士は古文ではもののう三人ってのは見たりって読みます今回はこのばかりという副助詞に対して詳しく勉強していこう ポイントの一、黒板を見てくださいばかりの意味は限定と程度です文型種々の語にばかりはつきますいろいろな語につきますからばかりの意味はそれと神経質にならなくても大丈夫意味一個目限定訳し方はだけとなります二番目意味が程度 訳し方がぐらいほどになります。まず、限定について具体例を見ながら、詳しく勉強していこう。限定っていうのは一体なんだろう。物事を一つにまとめること、ね、絞ってしまうこと。僕は古文で勉強だけする。他はやらないよっていう意味だよ。例文の方を見ましょう。これ三つ。 ばかりを馬に乗せておわしぬこれみつは大言で人の名前ですねこれみつは人の名前ばかりは副助詞になります役はポン光源氏はこれみつだけを馬に乗せてお行きになったとなります源氏物語っていう物語があるのねその中に 有名な主人公がいて光源氏って言うんだコレミツはその光源氏の家来ですその光源氏がコレミツだけを馬に乗せて追い切りになったわけ他の人は連れてかなかったんですよつまりコレミツだけをお供として行ったって意味ですからこのばかりの意味は限定になります次行きよう程度です 程度って一体何だろうどれぐらいなのかっていうことを表すことを「程度」っていう君の身長って何センチうーん大体170センチぐらいかなその170センチぐらいってのがどれくらいなのここを「程度」っていうのをねこれを抑えながらやっていこう例文です。三寸ばかりりなる人美しうていたりです形は 三寸、体言です。ばかりがありますね。訳はポン。三寸ぐらいで。ある人が。竹の中に。可愛らしい状態で座っている。ですね。三寸っていうのは一体なんだろう。一寸法師って知ってる?。だいたいね、一寸っていうのは。三センチのこというわけ。だから一寸法師はね、三センチ。 三寸ですからこの竹の中にいた人はねいセンチぐらいになるわけねすると三寸だけである人ではなくて三寸ぐらいというどのぐらいの身長なの大きさなの三寸ぐらいというふうに程度を表しているわけですから三寸ばかりになる人可愛らしい状態でいたっていうねこのところのばかりのところは服従してあって。 ここは限定ではなくて程度になりますもう一度ばかりのおさらいをしようばかりの意味は限定と程度ですここをしっかり押さえて練習をしておいてください練習黒板を見てください次の防線部 あいの副助詞ばかりの意味用法を答えようですばかりの意味は限定と程度でした限定は物事を一つに絞ること程度ってのはどれくらいっていう意味を表すんだよこの二点を押さえて問題を見ていこう一番目人の亡きやとばかり悲しきものはなし まず悲しきを考えてみようよ悲しいことっていうのは病気になったって悲しいよねどのぐらい悲しいかもう病気になったぐらい悲しいことはないよねって言ったりするまた足を怪我しても悲しいよねどのぐらい悲しいの足を怪我したぐらい悲しいっていう今回は人が死んでしまった後ぐらいといってこの 悲しきもののところの程度を表しているわけ人が死んでしまった後ぐらい悲しいものはないと言って程度を表しているするとこのばかりの意味はポン程度になります二番目です例の随人ばかりぞありける随人っていうのは身分が高い人を守る警備みたいな人ね警備する人守る人でぞがあってけるがありますから これはすになってます分末は連体系いつもの類人ぐらいがいた不自然だよねいつもの警備員ぐらいがいたって言い方は今でもしないよここはいつもの随人だけがいて他の人は誰もいなかったってことだから答えはポン限定となります。 ばかりの意味をしっかり押さえて復習をしといてください。